ですね。あ、有馬記念のあの競馬です。競馬、今日やる競馬です。今日やる競馬に1000万かけます。まあ最終はね、俺の未来を見る力で見るしかないですね。単勝だったらね、簡単そうだけど、3連複なんで、これ YouTube 撮ってまた上げます。6はどうですか？ 6 6いいと思いますね。6、9、5、6、9、5どうですか？6、9、5ありですね。9、5、10か、9、5、10もありですね。9が入ってるんですね。9、5、10、そうですね。ありですね。9、6、10もあります。9、6、10も確かにありだね。あ、こうなってくるともうあと4通りしかないですよ。結構100万10通りってやりすぎか。50万20通りの方がいいかな、そういうのもありですね。それかもうオッズ見て3連単にいっちゃうとか。3連単当たらないでしょ、さすがに。オッズするね。まあいっか、1000万ぐらい。なんか YouTube なんで100万10通りの方が当たった時でかそう。だいたい3連複でどのぐらいですか？でも9入ってて。でも9入ってたらね、人気どころだと結構10点何倍とかするんですよ。へ、そしたら100万でも1000万。1000万か。確かに、しょぼいっちゃしょぼいですね。そうなんですよ。タイトルホルダーとイクイノックスが合わなければもうちょっといくんですけど。3連単100もやりすぎでしょ。でも3連単だとそうですね、20通り50万だけとかなるかもしれない。ああ、それでもちょっとやばいですね。いや、3連複の10通りの方が全然多いですもんね。うん、可能性は。うん、7って何でしたっけ？ F4 か。7入れときたいな、やっぱ7、7、9、10。え、ぶっちゃけ9が一番来ると思ってるってことでしょ。で、その次何ですか？その次、僕はね、3かな。 3？ ボルドーグ夫人で、その次は何が来ると思います？その次タイトルホルダーですね、13が。あー、じゃあこれ作っといた方がいいか。3、9、13。まあ、やっぱミクル負けですよね。3、9、10もいい、どうすか？3、9、10もありがとう。3、9、5。うわ、これでもう10通りいっちゃったわ。まあいっか、これでいきましょう。あと分かんないからね、あんまり予想しても。